みんなおはよう。おはよう。あれ、もう集合時間だったかな。あ、ずいぶん早いですね。ええ、少し早めに到着して稽古をと思っていたのですが、どうやら先を越されてしまいましたね。あ、そういうことでしたか。私たち今日はいつもよりも早く出れたから。カレンが朝方真昼いもって大きな寝言を叫んだの、それで飛び起きた。大きい真昼芋を食べすぎて真昼芋になっちゃう夢を見てました。だけどそのおかげでスムーズに起きれたんだよね。あれ？ってことは3人は一緒のお家に住んでるの？うん、成功館っていう学生寮で暮らしてるんだ。なるほど。いつも一緒でとっても仲良しさんだと思っていたんですが、そういう事情もあったんですね。はい、それぞれ別の舞台に立つ時もあるので、そんな時はさすがにいつでも一緒は難しいんですけど。でもでも、お互い読み合わせとか手伝うよね。うん、演目のイメージを膨らませる時も付き合う。やっぱり仲良しさん。あー、ちょっと羨ましいかも。僕ももっとさくらさんやエリカさんと一緒に過ごせる時間があったらいいのに。いつもは一緒に活動してないんですか？ええ、私たちは舞台が違うことが多いので。ですがそれぞれ仲間がいるんですよ。わー、どんな人？どんな人？ですね、すごく強くて温かくて優しくって眩しい。熊よりも強かったり、王様より自信家だったり。熊、王様？あら、ごめんなさい、わかりづらい言い方をしましたが、とっても頼りになる方たちなんですよ。なんだか話を聞くだけで個性的な劇団員さんたちって伝わるね。うん、そんな劇団には所属したことがないから少し。すっごく気になる。例えば。そう、劇団なら座長さんとかもいるんだよね。どんな人？私たちの劇団は少し特殊で、支配人や隊長と呼ばれる方がまとめてくださってるんです。へえ、さくらさんたちを束ねる方ですか？はい、とびっきりの隊長なんですよ。はあ、今でも思い出します、あの降りしきる雨の中、私の手を取ってくれた熱い手のひら。は？エリカが大切だよと言ってくれた熱い眼差し。あのですね、エリカさん、それって夢の中のお話でしょ。誤解を招く言い方はよしてください。夢じゃないです。それじゃあ願望ですね。まったくもう、戻ったらきっちり釘を刺しておかないと。あまり変なことばかり言って周りを誤解させるのはやめてくださいって。それじゃあ私が伝えておきますよ。私が言います。あのさくらちゃんが、うん、小さな子供みたい。はあ、また始まっちゃった。これってよくあることなんですか？うん、たまにね。さくらさんとエリカさんのところは体調が同じ人だから。でもね、こんな風にムキになっちゃうくらい大切な人なんだよ。その人がいなければ今の僕らはいないってくらい。ひかりちゃんとまひるちゃんだ。え？私たち？うん、私にとってそのくらい大事な人、ひかりちゃんとまひるちゃんだなって。カレンちゃん、バカ。なんでバカ？照れてるんだよね。あのですね、エリカさん、前々から言おうと思ってたんですが、一体どういうつもりなんです？この間も仕事の合間に、その
二人で。さくらさんだってよくお二人で出かけてるじゃないですか。あ、それじゃあ次は三人でお出かけしちゃいましょう。これで解決。どうしてそうなるんです？ひかりちゃんたら照れてるのか。やめて。似た話題でも、こっちはポカポカ、あっちはヒヤヒヤ。エリカさん、バッカレン。はあ、僕温度差で風邪ひいちゃうかも。戻ったらみんなに看病してもらおう。サクラ、エリカ、ジェミニ、あなたたちのきらめきはずっと胸の中にある。はあ、私ったらうっかりして手ぬぐいを忘れるなんて、エリカさんも叱れないわね。稽古場を出るとき最後にご挨拶をしたのはヒカリさん。きっと残っていらっしゃると思うんだけど。よかった、開いてる。常呼べに雲立ち渡る水の江の浦島の子がこと持ち渡る。あなた帰ったんじゃなかったの？ええ、一度戻ったのですが、この手ぬぐいを忘れてしまって突然失礼いたしました。声をかけようか迷ったのですが止めたくなくて。これはあなたの舞よ。はい、初めて出会った時に私が和歌と共に舞ったものですね。一度見ただけで覚えてしまわれるとは驚きました。すごく綺麗で印象に残ったから。こんな舞は初めて見たわ。詳しい子にも聞いてみたけど、長唄の浦島や新曲浦島にもこの舞はないと言ってた。だからおそらく我流だろうって。その通りです。あれはとっさに出てしまった舞の方ですから。そうだったの？ええ、何かを迷った時にいつも繰り返す型があるんです。こう右に回って足を踏み出す。右手の扇に思いを乗せて。やっぱり綺麗。ありがとうございます。なんだか改めて舞うと照れくさいですね。光さんもこのように心を整理する習慣はありますか？習慣？ルーチンみたいなもの？そちらの言葉はよくわかりませんが、何度も繰り返して心を整えると言いますか。今やっている役やお芝居を見失いそうになった時、何かに迷った時にすることです。見失った時は何度もその迷いにぶつかるだけ。それを繰り返して繰り返して、演技というのも忘れて、そうすればそのものになる。全部と一つになって幕が降りる。とてもあなたらしいですね。ここでひたむきだけど見つめる先がある。あなたにはこの迷いの方は不要ですね。ううん、必要。え？あなたを、あなたたちを思い出したいの。だって帰るんでしょ？みんながいなくなったらカレンたちは寂しがる。私も。ひかりさん。だからその時にこれを舞うの。そうすればさくらがいるみたいだから、涙もきっと笑顔に変わる。そう、そうですね。では
私から直接伝授させてください。もう絶対忘れられないくらい厳しく参りますよ。はい、ありがとう光さん。あなたの優しさに、この世界の優しさに触れるたびに、私は強くなれる心地がします。必ずこの世界を守ってみせると。この衣装はさくらの服をモデルにしたの。前に袴って着るの大変そうって言ったら、着てみますかって私の制服と交換したことがあって、横で見てたカレンとマヒルが盛り上がって、ジミニとエリカも制服を着たさくらに大騒ぎで、楽しかったな。